どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は20代女性の方です。安産できるコツってありますか？今安定期に入りましたとのことですね。何かあります？前にもちょっと別のでちらっと言ったことあるんだけど、足首を温めるようにする、女性とかにすごいいいツボっていうのが、くるぶしの上から指4本分ぐらい上のところにあるのね、三陰交っていう、そういったところをレッグウォーマーとかで温めたりとか、とにかく冷やさないようにする、足湯とかやったりとかさ、そういうふうにすると逆子になりにくかったり、なっても治りやすかったりするっていうのと、あとはなんかスクワットとかで下半身を鍛えるっていうことが大切かなって思ってて、今ほら洋式トイレがほとんどじゃない、和式トイレ使うことなんてめったにないでしょ、で和式トイレ使ってた時代の方がこう自然とさ下半身が鍛えられてて結構安産になりやすかったんだって。ほう、まあ、医療とかそういったのとは別でね、女性の体的にね、で私ソフトボール部だったから、その和式トイレの時に使う筋肉とさ、同じような筋肉をしっかりと鍛える部だったから、だから結構安産だったんですよ、すごい早くて。なんか助産師さんにもすごいびっくりされた。だからスクワットねするようにしてるといいと思いますよ。骨盤とか股関節とか太ももとか、そこら辺の筋肉を鍛えられるように、でお腹が大きくなってくるとバランスとか崩しやすくなってくるから、壁の近くでやるようにして、ちょっとほらバランス崩した時にすぐ手つけるようにね、やってもらって、で足とかもしっかり開いて、開いてっていうかなんていうか、膝が内側に入らないように体勢を下ろすときに、っていうのを心がけてやるとすごいと思います。そこら辺の筋肉ない人は膝がね、すぐ内側に入っちゃうのよ、だから膝がとにかく内側に入らないようにっていうのを気をつけて、あとは水分補給とかもしながら、お腹の張りにも気をつけてもらって、無理にやっても良くないから、体調悪くなったりとか、お腹の張りが気になるなっていう時は休みながら、そういったことに気をつけながら、安定期なんで運動してると、安産につながりやすいかなって思います。なるほど、スクワットはもう妊娠中でもそんな負担にならない？臨月とかは、ちょっとさすがに気をつけた方がいいけど、安定期だったら大丈夫だし、あと初期ね、まだ安定期入る前とかはそうやってスクワットとかを無理にしなくていいんだけど、安定期入ってから臨月に入るまではスクワットとか、すごいぐーっと後ろじゃない、下にね下がらなくても、途中までのところまで下がるでもいいから、そういうのは大丈夫だと思うので。なるほど、じゃあこれが参考になってもらえたら嬉しいです。はい、はい、でこういった形で相談したい方がいらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。